はい、皆さんこんにちは、ドットコムドットコムです。コンバットヘブンを実況プレイパート21だよ。はい、では、まあ、前回は闇を3回もやるっていうなんかよくわかんないことをしてましたけど、ね、ここでようやく修羅が出たので、さあ残りのコンプリートもまあちょこちょこやっていこうかなっていうふうに思ってます。で、今状態はこんな感じにしてるんですけれども、実は何やるかっていうと、あれどれだっけ、これです。もうさすがに何回もやるのは嫌なので掲示板見ちゃいました。ごめんなさい、見ないって言ってながら。で、条件見たら無階層で、まあ突破されなき、突破っていうか、その防衛線が越えられ、ある程度越えてくれなければ、なんかいけるらしいです。おお、怖い。あーい、入っちゃったか。ダメかな。いや、超ノロノロ。なんだかな。まあ、ピアスはまあそこそこ楽っちゃ楽ですけど。ご自分のやつも、ここも。クール、怖いな。本当遅いな。お、危ねえな。あれ？おお、あれ、危ない危ない。怖い怖い怖い。ひぃ。恐怖だ。でも本当に2階層なのかな。ガソンジェットチーピカーな気がするんだけど。おい、今意味ねえじゃん。おお、ちょっと。気づいたらもう時間があんまりなくなってるんだけど、問題はブスかな。でもブスいけるかどうかの問題なんですけど。おお、やべ、ここのボスは実はこいつなんだ。おお、やべやべやべ、怖い怖い怖い。おおっとと、危ないな。え、今何、なんだぶっ飛んだ。ちょっと待って、あ、またぶっ飛んだよ。おお、怖いな。こんなとこで落とされてもな、雪解けるでしょ。ってな感じでした。じゃあ次どうしようかな。さすがにここでやるのは無改造でやるには無理があるので、強化して、まあ残りのコンプリートもまあちょこちょこやっていこうかなって思います。あと何を待てないんだっけ。まず1個はタイムアタックの2でしょ。で、コンテナでしょ。輸送車でしょ。まあ、あと1個系が多いんだな。どうしようかな。じゃあ、ちょっと時間のかかるタイムアタック今回やっちゃいましょう。多分これで今日終わるかな。そんな気がします。ここで倒すな。40だね。おお。だから君はなんで歩いてきて高さを感じないのだね。あれ、おお、どう、
問題は敵どうやって探すかなんですね。あ、忘れちゃった。敵がいないとお話になんないんだよ。おお、上にいるのか。おお、立っておいよ。まあいいよ、どうせ一発で吹っ飛ぶから。おお、怖い。大学利用、また大学利用。おお、バズーカか。なんか意味わかんないじゃん、コントロールをしまってたら。もう一回置いてきた。おお、おお。ひぃ。ふぅ。さあ、あとどこだ。今28か。30。あと10もあるよ。ふぅって。おお。やっちゃった。ああ、ちょっと待って、体力ガン無視で言ってたか。うわ、だから、バズーカは嫌だな。おお、怖い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 。おぉ、怖い怖い怖い。おい、ちょ、危なっ。もう、怖いって、ああ、でも気づいたら言ってんじゃん。おぉ。行こう。で、あれ？マジっすか。マジっすか。ダメージガムシいったのが失敗だったな。じゃあ輸送車にやりましょう。予定変更で。さあ、右にいるやつが厄介なんだけど、OK。左に誘導していけばいいんだよ。おい、だから決めないでしょうな。決めて爆撃機。お、あれ、うわー、うわ、ちょっと待って、なんかリロードしてんのかがよくわかんないな。そもそも最近レトリレースばっかやってるから、コンバットヘブンの感覚を思い出せないっていうのもちょっとした言い訳なんだけど。よし、コンだから。なんだよ、なんで近づくときに撃つんだい。あ、行ったね。ここなんだっけ。あ、もし、あ、おお、うっそ、このパターンか、嫌だな。おお、君たち落としすぎでしょ。いや、ちょっと待って。とりあえず、ああ、プロペラに当たった。オッケー、まず一体、で、もう一体は爆弾落としてくるから。オッケー、あとは回避すればおしまい。結構ダメージ食らったな。よし、8分半なので、じゃあここで一旦終了したいと思います。どうしようかな、次回。まあ、だいたいコンプリート終わってるので、まあ、コンプリートできたのはまだ2つありますけど、あ、これそもそもコンプリートあるかどうかの問題ですよね。まあ、いいでしょう。てか、多分ないと思うんだけどな。まあ、じゃあ次回は何やるかっていうと、さあ、いよいよコンバットヘブンの集大成とも言えるこちら、悪夢をやっていきたいと思います。まあ、悪夢はコンバットヘブンではもはやお約束になってるんですけれども、まあ、ここでいわゆるボスラッシュですよ。腕の見せ所です、完全に。それをやっていこうというふうには思います。で、まあ話を聞く限りではなんかフル改造するとなんだっけ、あ、フル改造じゃねえや、無改造でやると弱体化するっていう話がありますけれども、あえてうちはそれはやらない方針でいきたいと思います。まあ、ここは腕の見せ所ですから、体力が高くてもいいんだっていうふうな意気込みでいきます。
はい、なわけで、じゃあ今10分になったので、コンバットヘブン実況プレイパート21ですね。まあ、ここまでになります。じゃあ次回は、悪夢、ナイトメア、やってきますよ。では、ご視聴ありがとうございました。ちょっとテンション高く言ってましたけど、はい、ではご視聴ありがとうございました。